2000年のライブアインシュティルツェンでノイバウテンは、ドイツの実験的バンド、インダストリアルミュージックやノイズミュージックの代表的存在である。1980年、西ベルリンでブリクサバーゲルトを中心に結成。インダストリアルやエレクトロニカに分類されることも多いが、ノイバウテンの活動とサウンドは、こういったカテゴリーと必ずしも一致しない。彼ら自身の感性で独自のスタイルを確立し、実験的音楽を作り続けているバンドと言える。自作の楽器やノイズを通常の音楽機材と合わせて使うことが、このバンドのトレードマークの一つ。しかし、その自作楽器の始まりは、音楽性の追求の果てに得たものではない。メタルパーカッションを使ったことが、自作楽器演奏の始まりとされているが、当時、アンドリューが金がなくて勝手にドラムを売ってしまい、代わりに鉄板を扱ったという偶然から生まれた産物であるとブリクサは語っている。結成当初のノイズミュージックから近年のアルバムSilence is Sexyに見られるような静寂の音響までノイバウテンは常に音に対する探求を続けている。担当は基本的にライブ時のものである。アルバムのレコーディング時には各々パーカッションやコーラスなども担当する。バンド名アインシュティルツェンでノイバウテンは崩れ落ちる新しき建築物という意味。英語ではコラプシングニュービルディングス。直接的には、ブリクサ・バーゲルトの学生時代の友人のつぶやきから引用された。ノイバウテンという単語には、高層の集合団地のようなニュアンスもある。また、第二次大戦後の大規模な復興開発や西ドイツの建設ラッシュによる戦後期の建築物件も連想させる。1980年4月1日、アインシュティルツェンでノイバウテンは、ベルリンのムーンクラブにて初のライブを行った。この日をもってバンドの活動開始とされている。この年、戦後期の新建築であるベルリンのコングレスホールで崩落事故があり、バンド名はこれに対する言及でもある。当時のノイバウテンは大ジェニアル・ディラトンテンというダダイスト集団のライブセッションに過ぎなかった。出演メンバーはベアテ・バルテル、グートルングとブリクサ・バーゲルとエヌユーンルー。このメンバーが後にアインシュティルツェンでノイバウテンの名前でレコーディングを行うことになる。バルテルとグートの女性陣2名は短期間参加したのみですぐに脱退し、女性バンドマニア D を結成した。また、サウンド面をリードすることになるマルチ、インストゥルメンタリストのアレクサンダー・ハッケがノイバウテンに参加。長期にわたってメンバーとして活動していく。結成当初から現在に至るまでノイバウテンの象徴となっている一つ目人間はメキシコのトルテカ文明の遺跡の洞窟に描かれた壁画のものであり、ブリクサが1980年に書物から引用した。ノイバウテンのファンの中にはこの一つ目人間を入れ墨として彫っているものもあり、アメリカのロックミュージシャン、ヘンリー・ロリンズは左肩に大きくこの入れ墨を入れていることで有名である。1981年、ハンブルクで活動していたバンドAbwärts及びパレ・シャウムブルクの元メンバーであったFM・アインハイトがパーカッション担当としてノイバウテンに参加し、最初のアルバムコラプスを発表。荒っぽいパンクチューンとインダストリアルノイズを混ぜ合わせた未知のサウンドを生み出す。金属板や自作楽器といった機材と様々な電子音が使われていた。FM・アインハイトが参加していた80年代のライブパフォーマンスは金属板の打ち鳴らしや機材破壊の大音量で伝説と化している。なお、当時の音楽性からノイバウテンはノイズ・インダストリアルミュージックとして分類されるが、今日に至るまでブリクサは我々はプログレッシブロックをやっていると主張している。最初のドイツツアーでマーク・チュンが参加。以後このラインナップが10年間続いていくことになる。1983年、2枚目のアルバム、患者、OT のスケッチを発表。タイトルは、OT こと統合失調症の芸術家、オズバルト・チルトナーのドローイングを紹介した、作家、レオ・ナブラティルの本の題名から名付けられた。同年、ブリクサは、ニック・ケイブとミック・ハーベイのバンド、ザ・バースデー・パーティーに参加する。このバンドはすぐに解散したが、ニック・ケイブらは、ニック・ケイブ&ザ・バッド・シーズを結成した。ブリクサは2003年までノイバウテンとバッド・シーズの正規メンバーとして活動した。1984年には未収録楽曲やミックス違いの曲を集めたコンピレーションアルバムストラテジーズ・アゲンスト・アーキテクチャー80から83を発表した。また、この年にはノイバウテンの版権を手掛ける音楽出版会社フライバンクが設立される。1985年、半分人間をリリース。曲の構成がより明確になり、断片的な言葉の叫びから、詩的なメロディーまでも行き来する、ブリクサの歌詞とボーカルが特徴的であった。この年には、初来日を果たしている。この際、主催者は、公演会場を探すために、全国紙で廃墟求むという広告を出し、ニュースで取り上げられるなど話題を呼んだ。諸事情により、結局公演は、後楽園ホールと大映京都撮影所で行われた。1986年からは、カナダのバンクーバーを皮切りに3度目の北米ツアーを行う。バンクーバーでのライブは、ゲーテ・インスティテュート公演のもと、万博の公式演目として行われた。テストデパートメントや、スキニーパピーの出演も計画されていたが、一部の演奏は叶わなかった。一方、日本では、石井壮吾監督による映画、半分人間アインシュトゥルツェンでノイバウテンが公開された。この1時間のドキュメント映画は1985年に来日した際に収録された廃工場でのライブ、舞踏家集団、白虎社のパフォーマンスから構成されており、1985年の日本ツアーの様子が一部収められている。続く2枚のアルバム、上皇自身波状5と嘘の館はアメリカと日本で高セールスを収めた。特に嘘の館はロック色やメロディーを強調した路線への転換期とも言える作品となった。1989年には2度目の来日、浅草公園ロックの浅草常盤座で行われた。1991年、ハイナー・ミューラーの戯曲、ハムレット・マシーンのサウンドトラックを制作する。これまでパンク、インダストリアルスタイルで身を固めていたブリクサがコンサートにスーツ姿で登場するなどバンドのイメージにも変化が見られた。7月に3度目の来日も果たしている。同年には2枚組の大作ストラテジーズ・アゲンスト・アーキテクチャー2を発表した。1992年、ウィーン美術アカデミーの300周年記念祭にてエーリッヒ・ボンダーの演目、ダス・アウゲで大噴の中でパフォーマンスを披露。1993年、タブララサを発表。ノイバウテンの活動歴における重要なターニングポイントとなる。音楽はソフトになり、これまでより多くの電子音が採用されていった。この作品は、アルバム1枚では完結せず、ミニアルバムであるインタームとマリディクションの3枚で一つの作品という、扱いであった。これにはコンセプト上の理由だけでなく収録曲であるDie Interims Liebendenとブルームが関連している。このアルバムからミュートレコードに所属することとなり、レーベルからアルバム収録曲においては従来のドイツ語曲だけでなく英語の曲も作るようにと要請されたことを受け、Die Interims Liebendenについては英語版であるThe Interim Loversを制作。ブルームに関してはドイツ語版、英語版、フランス語版、日本語版の4バージョンを制作し、それぞれの国で内容が違うアルバムを流通させた。これによる際を補完するために、2つのミニアルバムに別バージョンの楽曲を収録することで、アルバムを完成させた。さらにこの年には4度目の来日を果たす。その際、来日記念として、ストラテジーズ・アゲンスト・アーキテクチャー80から83、ストラテジーズ・アゲンスト・アーキテクチャー2、半分人間アインシュトゥルツェンでノイバウテンのビデオと、クラウス・メイクの著書、ホーミット・シュメルツェン、リッスン・ウィズ・ペインをベースに、メンバーや石井壮吾のインタビューを収録した本をセットにした体験植物戦略が発売された。マーク・チュンは、フライバンクの設立以降バンド活動と並行して、音楽出版の仕事に関わっていたが、アーティスト活動よりも音楽出版に対する意欲の方が増したことから、キャリアの変更を選択。ファウスト・ムジークのレコーディング後に脱退、フライバンクのマネージャーとなった。マーク・チュンは1996年にソニーミュージックエンタテインメントの海外法人、ソニーミュージックインターナショナルの上級副社長として移籍した後、2005年から再びフライバンクに復帰している。その後、バンドのサウンド面で大きな役割を果たしていた FM アインハイトがエンデノイのレコーディング中に脱退。ブリクサとの衝突もあったと言われるの中のインタビューで、当時ブリクサとの間に方向性の違いが生じていたことを述べている。FM アインハイトのノイバウテンでの最後のレコーディング曲は Was Ist Ist であった。脱退後も多くのアーティストとコラボレーション活動を行っている。なお、1995年にモトニック・ケイブ&ザ・バッド・シーズのローランド・ボルフが加入したが、同年に交通事故で逝去。アルバム、エンデノイの収録曲、大エクスプロージョン・イム・フェスト・スピール・ハウスと、デア・ショック・ド・フォン・バベルのレコーディングメンバーとして名前を残し、彼の死はアルバムのブックレットの解説にて触れられている。1996年、アルバム、エンデノイ発表。ブリクサとアレクサンダー・ハッケの当時の妻だったメレート・ベッカーのデュエット曲、ステラ・マリスがヒットした。アルバムリリース後にはワールドツアーを実施。この間、ヨッヘン・アルベートとルディ・モーザーがノイバウテンに参加した。1997年、エンデノイリミクシーズ発表。バリー・アダムソンやパンソニックによるリミックスを収録。ただしこのアルバムはミュートレコードの意向によって作られたものであり、ブリクサは好感を持っていなかった。ジョン・スペンサーなどの作品に対しては好意的な評価をしたものの、アレック・エンパイアのものに対しては容赦ない酷評をした。2000年3月27日から5月23日にかけて20周年記念ツアーを行う。20周年記念日当日の4月1日には、ウィーンのガソメーターでライブ。ワールドツアーに続いて、アルバム、Silence is Sexy をリリースした。タイトル曲、サイレンス・イズ・セクシーは耳鳴りについての曲である。2001年には再びダブルアルバムという容量となったストラティジーズ・アゲンスト・アーキテクチャー3を発表。コメディ・オブ・エラースという副題が付けられた。2001年からはノイバウテンのオフィシャルサイトのウェブマスターでもあるエリンズーを支払ってフェーズ・アイと呼ばれるアルバム制作工程をサポート。次回作のレコーディングやセッションの様子はインターネットを通じてサポーターにストリーミング配信された。2003年秋、サポーター限定のアルバム、サポーターアルバム1が完成している。なおこのアルバムの放送は段ボールに CD を直接入れたものであったため、CD が傷ついてしまったケースが相次いだことから後日再プレス、発送というハプニングが起きた。2003年、ブリクサは、ノイバウテンと自身の活動に専念するため、ニック・ケイブ&ザ・バッド・シーズを脱退。2004年、サポーター限定アルバムの制作という理念に反して、ミュートレコードで、サポーターアルバム1から数曲を差し替えた、アルバム、ペルペトゥーム・モバイルを発表。ツアーも行った。このアルバムでは、プラスチックパイプと空気圧縮機を使って、空気音を深く追求している。続いて行われたペルペトゥームモバイルツアーではサウンドエンジニアがツアーの様子を録音し CDR に焼いた音源をコンサート会場で販売するという試みがなされた。このため本ツアーのオフィシャルのライブアルバムが数多く存在している。なお、このライブアルバムには音切れとエラーが非常に多い。2004年4月1日、アメリカのドラマ CSI科学捜査班のエピソードで、アルバム、ペルペトゥームモバイルの収録曲、エイン・セルトナー・フォーゲルが使用される。2004年には、ミュートレコードから、初期シングル集である、カルタスタン、アーリーレコーディングスマイナスを発表。さらに11月にミニツアーを実施。ベルリンの共和国宮殿で、サポーター限定ライブを行う。この様子は、サポーター向けプロジェクトフェーズ2の締めくくりとして、アルバム、グランドスタックと共に、サポーター限定の DVD としてリリースされた。なお、グランドスタックは2018年に CD として発売されている。2005年初頭、サポーター向けとは別の新プロジェクト、マスターハウスを開始。neubauten.org にて、定期購入者を集った。マスターハウスプロジェクトは、より実験的かつ冒険的な、従来の活動では取り上げられなかった試みをバンドにもたらす意図があり、ノイズミュージック的な大音量の作品から長年にわたってバンドで用いられてきた卓上のスプリング楽器、バススプリングをメンバーが思い思いに使うもの、オーケストラとの共演やテープコラージュなど多岐にわたった。プロジェクト最初のアルバム、アノキテクターは2005年5月に発表され、以後およそ3ヶ月おきにアルバムを発表。2007年3月、8枚目のアルバム、ウィンスターの発表をもって終了した。これらのアルバムは、基本的には定期購入でしか手に入らなかったが、後にneubauten.org の通信販売で販売されるようになった。2006年2月10日、サポーター向けプロジェクトフェーズ3が始動。neubauten.org の中に設けられた、サポーター専用のページから MP3 形式ないしウェーブ形式の音楽ファイルをダウンロードするという方法をとった。このアルバム、ジュエルズは15曲で構成されており、2006年3月15日発表のIch komme davonを皮切りに、2007年8月15日のI kissed Glenn Gouldまで、ほぼ毎月15日に1曲ずつ追加されていった。ジュエルズのコンセプトは、ブリクサの見た夢を題材にしたものであり、メンバーがランダムに引いた3枚以上のカードに書かれたキーワードをもとに楽器や音源を構築するという試みも行われ、実験的要素は元よりこれまでのneubautenの作品とは一線を画したミニマルミュージック的要素を強く持った作品となった。ジュエルズは後に CD として発売されている。なお、サポーター向けプロジェクトフェーズ3は2007年10月7日のサポーターフォーラムの凍結と公開フォーラムへの移行をもって終了となり、サポーター向けコンテンツについても随時閉鎖となった。2007年2月にはneubauten.org にて小規模かつ広域なイギリスツアーを4月に実施することを発表。ハノーファーを皮切りにロックフェスティバルへの参加を含め4。公演が行われた。そして2004年のペルペトゥームモバイル以来4年ぶりの公式アルバムアレス・ビーダー・オフェンを10月に発表した。アレス・ビーダー・オフェンはツアー活動を通して制作された楽曲を主に収録するためサポーターに対して作られたジュエルズとは関連性のない作品である。また発表は従来通り個人レーベルであるパトマックから行ったが世界的な流通は従来の流通経路を通さず、小規模なレーベルからの発売となった。さらに後日、サポーター向けプロジェクトフェーズ3で配布されるアルバムが、このアレス・ビーダー・オフェンに数曲の追加トラックを織り交ぜたものだということが判明した。アレス・ビーダー・オフェンからは、ビデオクリップ、ナゴルノ・カラバフが制作されている。サポーター向けプロジェクトフェーズ3に関連して、前述のアレス・ビーダー・オフェンサポーター限定バージョンの他に、希望者に対しては、ジュエルズの制作風景を収めた DVD が配布されている。日本では、アレス・ビーダー・オフェンと80年代の5作品が CD 化され発売された。2007年11月には、ブリクサがプロモーションのため来日。インタビューの中でブリクサは、neubautenは、アレス・ビーダー・オフェンに続く新作をすでに手掛けており、完成に近づいていることを明かしたが、2014年のラメントの発表まで、スタジオアルバムは一切発表されなかった。その後2008年3月から断続的にツアーを行っており、活動30周年となる2010年も、欧州を中心にツアーを行っていた。2010年10月には、ストラティジーズ・アゲンスト・アーキテクチャー4が発売された。2002年から2010年までの活動を総括した、この作品も2枚組という要領になった。なお、ミュートレコード時代の音源が含まれているため、発売はミュートレコードからとなっている。2011年、Silence is Sexyをミュートレコードからではなく、パトマックから再発。再発分では2枚組に分けられていた作品が1枚に収められている。2014年5月、バンドはウェブサイトにて、新しい音源による新作の制作に取り掛かったことを突如公表し、11月にラメントを発表した。これは第一次世界大戦をモチーフにしたものである。なお、このアルバムの発表は、ジャケットの記述によると、ミュートレコードと BMG がアインシュテュール戦でノイバウテンから専属契約を受けているとなっており、販売は BMG からとなっている。2016年8月、バンドは2016年11月にグレイテストヒッツを発売すると、ウェブサイトで発表した。これは、バンドの35年にわたる作品群の中から馴染み深い楽曲を取り上げるだけでなく、新しく録音されたものが含まれた。現在の時点では、限定版を含めた LP 版2種類と CD の3種類が発売された。2018年4月、サポータープロジェクト3の配布物であったグランドスタックが一般発売された。2019年3月21日、サポータープロジェクト4が開始。今回はクラウドファンディング的な手法をとり、最小の$5から最高で$100まで設定されている。コンピレーション、ライブアルバム、サウンドトラックなど。ありがとうございます。